ボール持ちすぎ。自分勝手なプレーすんな。怪物？なんだよそれ。サッカーしてるとね、そいつが出てきて言うんだ。ゴールを奪え、もっと踊れって。でもあの時はさ、怪物が言ったんだ、潔にパスを出せって。あいつの中にも怪物がいるって。怪物？俺はその声に耳を澄ませてサッカーをする。そんだけ聞こえるでしょ、怪物の声。何言ってんだよこいつ。でもあの時蹴ったのは俺の知らない自分だ。知りたい、俺の中の怪物の正体。それが俺のブルーロックで生き残るヒントになるかもしれない。